お待たせしました。ではカズさんお願いをいたします。主に母へです。母さん、寒くないですか？母さん、今どこにいるのですか？母さん、会いたいですね。母が歌ったあの歌が黄昏の街聞こえたら溢れ流れる切なさにどこかに隠れてしまいたい。生意気盛りに手を焼かせ父の分まで殴られて今頃詫びることがある。両手を合わせることがある。ありがとうございました。